続いてのコーナーはキラキラハッピーデイズです。今日はスタジオにあけぼのスタジオ真安彩さんにお越しいただいています。彩さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いやもうなんか今日、うん、やっぱり水曜日は晴れが多いということで、今日晴れてますね。昨日も晴れてたけど、なんですがなんか午後からは崩れていくみたいで、それで傘を持ってたんだ小学生が歩いていくのに、今日晴れてるのになとか思いながら私が座っている席からこうあやさんを見てお話しするときに、あやさんの方を向くと外が見えるんですけど、あこっち側がね、はい、だいたいこうあやさんの後ろってこう晴れた空なんですよね。雨があまりないような気がするんですけど、そうですね、そう言われてみれば、ここまで来るのにね、そうそうワイパー使ったことないかもしれないはい、ということで今日もね、いろいろとお話をさせていただきたいんですが、はい、そろそろ春が来ますね。今梅がね満開になりました。ちょっとねつぼみかかってたのが全部満開になって綺麗になっているので、和装のねいつも撮らせていただいている庭なんかもねすごくいい写真が撮れ始めてます。今まではねもう葉っぱが落ちる時期やからもう何もなくなるんですけど、梅が咲いてくれ始めるとまたね桜が咲いたりとか、入学式になるんやなってみんなでこう思いながら、満開です。綺麗、あけぼのスタジオのまた桜が綺麗なんですよね。桜ね本当、もう入学式に合わせて咲いてくれるから、だいぶねつぼみもねぽっくり膨らんできてますね。だから植物ってすごいですよね。お花とかすごいですよね。ちゃんと測ってるわけでもない、カレンダーを見るわけでもないのにちゃんと咲いてくれてね。だから人間も本当、私なんかもちゃんと頑張らないとなっていつもね考えさせられるというか、力をもらうというか。なので入学式の時にはちゃんとスタジオの桜も感じて咲いてくれると思うのでで入学もキャンペーン価格になってるので、ぜひねお子様のキラキラした時を撮ってもらいたいなと思うんですけど、もう1枚を切るので1枚お写真が、家族で撮られてもいいし、もちろんねランドセルのピカピカのランドセルで一人で桜のところでね撮ってもらってもいいので、いろんなカットをお撮りするので、桜でも撮るしスタジオでも。結構お母さんがねバッグ作ったりとか、いろんなものをね手作りされてる方多いんですよ、なのでそういうのを持って来られてたりとか、教科書が来るまで待つって言われる方もいらっしゃって、教科書をこう広げて新しい筆箱とか取られる方もいらっしゃるし、いろいろ取ってみられたらなと思います。なんかこういいですよね、春休み、もう小学校が楽しみでたまらない子供の動き、可愛いんですよね。新しい制服がやっぱりちょっとみんなブカブカやから、それも可愛くて、でなんか自分でも感じてるんだと思うんだけど、なんか違う生活になるとか、新しいね、今までの友達とは違うなんか新しい友達の中でこう過ごしていく、行かないといけないんだろうなって、まだね緊張感と、でも新しいもので揃えてもらって、憧れるのねランドセルも買ってもらって、でそれを背負えてっていう、なんかこうキラキラっとしたものと緊張した感じと嬉しい感じがねすごく混ざり合ってるから、入学の写真ってすごくね子供が本当綺麗ね、もうなんか笑顔がね輝いてますよね。本当素敵です。でも小学校の入学時点でお受験をした、子どもたちもいるわけじゃないですか。そうなんですよ。だからうちでねそれこそ証明写真を撮って、もういついつが試験なんですよとかっても聞いてるから、うわ入学のその制服で来てくれるかなとか、もう来てくれたら褒めますけどね。嬉しい。もう抱っこしてね、よかったねって言って、でも本当そういうのがねつながっていくのもやっぱり写真館って、そんなつながりがあるとはって考えたこともなかったんですけど、やっぱりつながっていくってこういうことなんだなって、ブライダルをしていただいた方の生まれた赤ちゃんが大きくなっていって、おもう入学とか中学とか高校とか、
もう就職してる子もいるし、大学卒業してね、はい、うん、で就職したんですよって言って来てくれる子もいるし、はい、やっぱりそういうつながりってなんか写真館ではなさげだけど、うん、やっぱブライダルをしてることでずっとつながっていけるからやっぱすごいなと思いますね。やっぱり写真館とか、うん、最近まあ携帯とかでも簡単に撮れてしまうので、うんうん、はい、割とこう長く同じところに行くっていうのがないような気がするんだけど、あけぼのスタジオは皆さんねもう代々行かれてる方が多いですもんね。代々ですね、それこそパパになってきて僕もここで撮ったんですって言われる方も今すごくもうね40周年も過ぎたから、はい、もうみんなその頃に撮った桃花の方なんかがパパになったり、それこそ早ければおじいちゃんおばあちゃんになったりしてるので、はい、とかね成人式も七五三を撮らせてもらった子が成人になってたりするから、はい、やっぱり歴史がだんだんとこう深くなってきてる。責任もねそれこそ強くなるけど、責任がある分仕事もやっぱり楽しまないといけないし、はい、もっともっと向上心というかね勉強していかないといけないし、でもみんなをがっかりさせないようにね、うん、頑張っていこうかなって思ってます。もうそんな風にあやさんも素敵なんですけど、うん、やっぱりこうスタッフの皆さんもこうバイトとかではなくてもう長くこうしっかり と、ね、いらっしゃる方なので、うん、本当にこう安心して衣装、ね、直しとか衣装選びからお願いできますもんね。だから入学式や卒業式や結婚式なんかも着付けだけできるとか言ってきていただく方もいらっしゃるし、本当にねずっといるスタッフだからなんとかさん元気とか、あ今日お休みなのとか言っていただいたりとか、はい、やっぱり結婚でね辞められたりするスタッフも辞めてしまうスタッフもいるけど、なんとかちゃんの赤ちゃん大きくなったとかすごくね気にかけてもらいますね。だから愛されてるなと思って、スタッフが愛されることもやっぱりすごく嬉しいし、もちろん私も愛してほしいしなのですごくいい仕事ができてます、はい、うん、そんな素敵なあけぼのスタジオなんですけど、はい、今ってどういったプランがおすすめですか？今はもうやっぱり入学ですね。入学のプランと、あとねブライダルがちょっと新しい企画を始めてキャンペーンも始めるので、はい、いつ出るかな、4、5、6の特典がすごく大きな特典がもうすぐ発表、もうすぐ発表ってそんな大したもんじゃないんですけどになるので、やっぱブライダルがこれから、はい、うん、盛り上がっていくと思います。季節的にも。だから菜の花のロケなんかも予約が、うん、入って、ちょっと目が染みてごめんなさいね、こっちの目だけ。花粉？なんだろう、すごいこっちの目が痛いんですけど。ごめんなさいね。なので菜の花とかロケがね、はい、これからずっといいと思います。うん、外でのこうロケーションフォトもね、うん、毎年人気ということで。そうなんですよ。綺麗なね緑の時期になったら、もっともっと外に。今ちょっと寒いですからね、そうそうですね、着物なんかも。でも三景園とかね、またいろんなところにも今も行かせていただいてるので、はい、ちょっと緑があるところというか足を伸ばせばいいところも、うん、たくさんあるので、またはい、はい、来ていただいて、うん、どうですか予約状況とか、まだ空いてるとこありますか？そうですね、土日がね今カープで、あそうだカープ写真やってるんですよね。すごくにぎやかなんです。だからあれなんですけど、土日はやっぱり早めがいいかな、うん、ね、平日の方がブライダルなんかも 20% 料金オフになってるので、はい、取りやすいと思います。うん、平日が狙い目かな。カープも、はい、カープはもう6月ぐらい土日はもういっぱいだから、もうそこまで5月6月じゃないと入らないかも。うん、でもお子様のことなので、お熱が出ちゃったりとかするとキャンセルが出て、キャンセルの時にちょうどお電話いただくと、はい、その時間に入ることもできるけど、ちょっと土日はカープは先になります。だからパパも一緒にとかって言われる方は、ちょっとパパに休んでもらった方がいいかも
そうだね。まあ子供の可愛い写真撮るためなので、そうパパちょっと休んでもらおう、ちょっとね有給とかね撮ってもらってゆっくりカープに浸ってもらって、うん、でもそれもなんかこの大人になって子供が写真みんな撮った時に、うん、お父さんこの時休んだよねっていうのもなんかこう話題に面白いかもなんか記念になりそうですよね。そうだからカープやっぱり広島の方すごいから、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に来られたりとかね、あのグッズを持って来ていただいたりするので、ぜひあの皆さんでゆっくり来ていただく平日におすすめします。ブライダルなんかも、はい、あのユニフォーム持ってこられる方も多いので、あ、ね、うん、最近結婚式 の、 あの、うん、ケーキとかがカープだったりケーキとかそうユニフォーム着てあのお色直しとか、はい、もういろいろあるので、うんうん、カープはすごいですから、うちも社長が大好きなので、社長、ね、大好きみたいですね、であの理解はすごくありますでも私とあのアシスタントのママさんも、うん、なんかここでカープグッズ結構去年はもらう機会が多くてなんかすごいですよ、はい、ほんま広島、ね、ゲストに来られた方がね、あの文具であったり、うん、お酒であったり、あそうなんかありますね、いろいろカープグッズくださって、そう三色ペンも全部赤の三色ペンとかね、私もいただきましたね、ちょっとあの選手の方のお名前を全部覚えられてなかったので、今年はもうちょっと勉強しないといけないですね、はい、行きたいなと思っているところなんですが、はい、はい、で、あけぼのスタジオのこのプランであったりとか、はい、あのお写真などフェイスブックでも見ることができるんですね。そうですね、ホームページからフェイスブックに飛ぶこともできたり、インスタもあのやってるのでちょっと覗いてもらったら日常が見れて、はい、身近に感じていただけると思います、はい、うん、そして早速今ラジオを聞いて予約をしたいという方はどちらに連絡したらいいですか、はい、電話番号が 954-464-9 ご用よろしくで、はい、今日定休日、明日待ってます、はい、今日は定休日ということで、はい、明日以降でよろしくお願いします、はい、お願いします。本当にあのフェイスブックでも素敵な笑顔の写真ね、いっぱい載せてますので、はい、はい、見てください。たくさん見ることができますので、ぜひ皆さんそちらの方もチェックしてみてください、はい、今日はあけぼのスタジオ佐野安彩さんにお話しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上キラキラハッピーデイズでした。